フレスコボール陸前高田カップ2024最後となりました。最後の5分間みんな息を飲んで期待して熱いラリーを見ていきましょう。五十嵐康雄選手、宮山由紀選手です。レッツゴー、レッツゴー。この今まで前のペアまでの試合の様子とか耳に届いてるはずですけど、まあそれを本当にガソリンというかね、力に変えられるのはこの2人なんですよね。仲間が頑張ってるから私たち、俺たちもって頑張るですね。プレッシャーももはや楽しいと思える、そんな2人、まさにトップ選手のですね。鏡、いや本当にそう。はい、100点の1分じゃないですか、これは、はい、全く無駄なく、無駄ないパーフェクトです。パーフェクトですね。1分経過、1分経過、1分経過。いや打つんですよね。ああ打った、インコースとかそういうボールもアタックするのが素晴らしい。本当この、ね、2人の身長を超えるボールほぼないですよね。選手は足の指骨折しながら試合出場したんですよ。それでもね、しっかりと栄冠を勝ち取って、すごい男なんですよ。2分経過、残り3分です。本当ね、この2人は日本のフレスコボール界の大黒柱というか、ね、この2人安定って感じで、タイムタイムタイム。
願いします。ありました。さあラスト30秒、2人のラリーを見せてください。ラスト30、なりましたよ。あれがアタックなんですよ。すごい。あれを超えられないとこのペア超えられないですよ。このプレー、さらなる高みを見せつけてくれます ね、 ですね。さあビッグラリーです。ビッグラリー続いてます。ラスト10、ラスト10、やばい、4 3 2 1、終了です。ナイスラリー、暑かったでした。80組ひょ終わってしまいましたか。終わっちゃったよ。80組のドラマがショックです。もう全部見終わっちゃったの。見終わっちゃったんすか。どうする。うわ、ネットフリックスもう見終わっちゃった。うわ、1年待つしかないんすか。もうないんですか。